消費している。鬼に変わる時もかなり体力を消費するはずだから、間違いなく今は重度の。こいつらは何か違うのかもしれない。俺は嫌われてない。ああ、それ、すみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。ありがとうございます。これ、対立違反なのでは。まさか柱が鬼をかばうなんて。これは対立違反です。理由くらい話してください。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます。本部より出てやり連れ帰れ連れ帰れ。ああ、
なんだ、切ったのか。あとは任せろ。技術国士臨戦、全集中、水の呼吸、11の型なぎ。あれ、奴の間合いに入った途端糸がばらけた。そんなはずはない。もう一度。兄弟は必ず殺す。兄弟。傷跡に触れたお仕置きだ。なんなら他の場所にも赤いあざをつけてやろうか。